こんにちは、R です。今回はですね、スプラトゥーン2の小ネタ集というのを撮っていきたいと思います。みんな何個知ってますでしょうか？はい、まず最初の小ネタはですね、マッチング中に DJ 気分になれるっていう、まあ知ってる人がほとんどだと思うんですけど、これです。この待ち受け中に、こんな感じで速度変えれたりとか、ああ、揃っちゃった。こんな感じでね、いろいろできますよっていう分。はい、続いての小ネタは、テンタクルズが見ていると手を振ってくれるっていう。これは有名なやつですね。ああ、レモンかけるんだろ？いらないですよ、レモンなんて。ははは。いや、レモンかけた方が、唐揚げは絶対うまくなるんだよ。そうかな？あ、はい、どうもー。レモンかけるよな。なあ、レモンかけるよな、いいだ。いや、だからかけないって言ってるじゃないですか。なんでだよ、レモンかけた方が唐揚げうめえんだよ。先輩さっきから同じ話を繰り返してますよ。いや、だってレモンかけるかどうかが今の話題なことなんだからいいだろう。でもレモンかけないでしょ。唐揚げって美味しいじゃないですか、そのままでも。いや、レモンかける。この二人は永遠とレモンをかけるかけないの話をしている。まあ、フェス期間中ですからね。さあ、続いての小ネタは、さあ続いての小ネタは、エリア2の9、ヒーローモードのエリア2の9への入り口の前にあるコンベアに向かってシェルターを撃つと、あれか、あれに向かってシェルターを撃つと、めっちゃ飛んでくっていう。よし、じゃあ撃ってみましょう。いけ！ボー？え？動いた？あれ？もう帰ってみよう。あれ普通でしたね。ん？なんか一発目変な方向行ってるよ。ウィン！あれあれあれ？なんかコツがいるんだな。ぴょん！ウィン！さよなら。もっと手前からやってみようか。ぴょんぴょんぴょん。よーん。そんな飛ばねえな。それよりこの跳ね返ってきた時の変な方向に行くのの方が面白い。ぴょん。さよなら。という小ネタでーす。はい、続いての小ネタはカーリングボム。カーリングボムを転がして、で、爆発するまで何も操作をしないとガッツポーズをしますよっていう。これも知ってる人が多いと思うんですけれども、やってみましょう。転がして、イエスみたいなね。これ、操作しないっていうところがポイントになりますんで、投げた後ずーっとこう、見ていると、グッ。うまいとこ行ったっていうやつですよね。はい、やってみましょう。コロ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 イエス。こういう小ネタでした。さあ、続いていってみましょう。さあ、続いての小ネタは、試し撃ちのところで、この、動くイカたち？動くイカたちを、スーパー着地でまとめて倒すと、なんか、喜びの声が聞こえるとか。なんだ、それ。そういう情報があるので、ちょっと試してみましょう。まずは、スペシャルを貯めて、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 あいつら3人をまとめて倒す。まとめて倒すか。ここだー。いや、むずいぞ、これ。ちょっとギア変えてきましょう。よし、スペシャル性のアップをまとめてきましたので、これでだいぶ範囲は広がるんじゃないでしょうか。で、3個のやつがうまくまとまった時に
けるってことだよね。ここら辺か。とりあえず真ん中のレーンでうまく起動しないと意味がないはず。はい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 、よし行くぜ行くぜ。難しいな。はめて、よし、このライン上で今できましたね。ちょっともう一回。そうですね、真ん中のレーンであればすぐできますね。この辺りで全員が集まってくる頃に行くぜ。あ、多かったな。もう一回貯めましょう。溜まりましたよ。ど真ん中に来て、この遅いやつがな、オルケーな。こら、聞こえました？ブイブイみたいな、ああいう声を上げるっていう小ネタでした。これは真ん中の辺であれば比較的簡単かも。なんか最初この上からやろうとしたけどちょっと難しかったんですね。ここでみんな揃うときにポチッと押せば簡単にできそうです。はい、小ネタなんですけれども、インクが動いているっていう小ネタを情報を手に入れたので、ちょっと確認してみたいと思います。インクってね、この多分打ち終わった後のインクなんですけれども、これがずっと動いてるっていうことなんですよ。で、ちょっとさっき見てみたんですけど、確かに動いてて、なあ、どういう風にすればいいかな。ちょっとコントローラーをテーブルの上に置いて固定してみますね。よいしょ。これで、わかりますか？この、うね。通常だったらもう光の影って動かないと思うんですけども、それが微妙に動いてるんですよ。うね。ね。この辺の打ち終わったインクとかもずっと常に動いている。こういう風に踏んで動くっていうんだったらわかるんですけども、この辺りの踏んでないインクとかもですね、うね、あ、今すごいわかりやすいですね。これかなり動いてる感じなんですけども、インクが常に動き続けてるんですよ。ちょっと気持ち悪い小ネタでした。はい、続いての小ネタはアミーボを読み取るところの横ぐらいからイカスツリーが見える。イカスツリーってあれですよね、ワンの、あ、あれか、あれです、あれです、あれがワンのハイカラシティでしたっけ、のハイカラ、なんだった、あそこがイカスツリーですね、が見えますよ。まあ、ワンのところも相当多くないですよっていうところの小ネタです。はい、続いての小ネタもですね、広場からなんですけれども、このクラゲくんをずっと見ていると、なんか拾い食いするらしいです。なあ。真正面から見てな。真正面どこだよこいつ。こっちか。何も考えてなさそうですね。おおおおおお。
服は着てるけど下は着てないんだな。何か食う様子はないですね。お、あいつなんか食ってんな。いや、手伸ばして、わかった、あいつだ。何やってんだ、めっちゃ手長いこいつ。これを、お、食った食った食った。拾い食いすんじゃねえよ。何がいいんだよ。ちょっと湿ってっからな。なんかおるんかもしれんな、ここね。はい、食った食った食った。みんなは拾い食いはしちゃダメですよ。そんな小ネタでした。はい、スパイキーくんです。スパイキーくんは何かゲームをやっているみたいなんですが、画面真っ暗で何のゲームをやっているのかわからないっていうことと、このトランクの中ですね、何やら怪しげなものが入っている。何でしょうかね。なんかサザエちゃんの中身っぽいですよね。もう目があるじゃん。こっちもなんか目がありそうで、この中身を抜かれたサザエの中身が入ってるんじゃないだろうかという、もっぱらの噂です。見えるか、あ、やっぱり目があるわ。やっぱり中身なんだ。怖いよ。お前中身どうする気だよ。逃げろ逃げろ、食われるぞという小ネタです。